まあなんか違うやつをやっていきたいよね。解けない解けない。解けない。これは、こっちのパターンか。深さが1あるから自分が乗れるし、別の磁石を上に浮かせることもできるんだね。浮いてる。こうなってんのね。今回無駄打ちができないから、ここに入れたら、あれこれ上に乗っ、高さ2段の時ってどうやって浮くんだっけ？上に乗った場合は、くっつかないんだ、これは。くっついて両方グッて、あれ動くんじゃない？この場合は？その場合はそうなんだ。この場合は、この下の2段は動くんだ。動いてずれてるんだ。だけど、プレイヤーが来る場合は、上の物体だけを押す処理が入る。下の物体は動かない。この挙動の違いが、習得できないと辛そう。最終的に置く形は決まってて、赤なんだよね。赤の青。このペース、スペースなんなん？あれか。反発して変なとこ行ったらゲームオーバーにするためか。壁があるとそこで詰まっちゃうからね、これ。青下、青が上に来ることはじゃない？のステージは。青、ここに置くのが最後なのかな？ここに持ってくんのって、青、ここが無理なんで、まあ、ここに置いてある物体をぶって向こうに押すってことになるんじゃないの？だから、青赤になってる物体を、ここに青を落とすことで、向こうに飛ばして、あとは赤二つ置いて終わりではある。それのどこが難しいのかというと、どこが難しいのだというと、この状態で赤持ってきたらどう動くんだ？この状態で赤を持ってくることはできるか？そこが難しいのか、これ。この状態で赤を一個持っていく。そうなるんだ。あ、そうなった上でここに青を入れることができると勝てるっぽいんだよね。赤入れちゃダメ。あれ？なんで？これ上の段で反発するのが先に来るのか。落下より先に、重力よりも先に上段の反発が発生するので、これがこっち行くのか。想定外だった。マジか。ここに置いた物体を右に送ったとしてもって感じか。これをそもそも右に送る方法がないのね。いや、青の上に赤くっつけてそれを反発させれば全体が右にシフトするよね。ただ上の段に乗っている赤色を今度は崩しに行くのはわけわかんない挙動になるね。自分の今考えている方法が本当に解放なのかなっていうのが肝いいですよね。そうじゃないよねって言われたらそうだよねってなる。そんな簡単なパズルなわけあるかいなっていうやつか。こっち側の自由度がすごく少ないので、どうしようって感じだよね。なんか目的のことをやろうとしたら、ここのブロックの配置がどうしても噛み合ってないよねって感じじゃない？
最初にいきなり青を入れるのが間違ってて、ここを整えてから青赤を落下させるっていう順番を踏まないとダメなんじゃないのかな。順番って何ですか？順番とは何だ？青赤を？あそこのあいつは下がってないとダメだから、青が行く、赤が行く、青、赤、赤の順番で入って、違うな、その赤をどうやって引っ張り出すのっていう話になるのか。ここに2個あったのを青赤を赤で、この赤を弾いた場合にこの赤を戻して、ここに青を置き直さないといけないんだよね。それはできるのかというと、ここに置いた赤を引き戻すことができないんじゃないのっつっていろ話。この赤が、でも落としちゃえばいいんじゃないの。ダメか、落とした赤をもう一個右にずらせないかなって感じなんだよな。じゃあ今どうなってんの？青赤置いてずらして、青赤がここ、これ高さに、青赤がここにあって、で上の赤を自分がこっちからこうやって押して倒して、こうなって青赤でしょ。だから青が入れば全体が落ちるんだけど、赤がここにあっちゃうので、この赤が落ちちゃうと赤良くない？赤青赤っていうのが出てきて、全体をもう一回右にずらせれば勝てるけど、だから赤青赤でしょ。で ないんじゃない？赤、青、赤。青、青か赤が欲しい。もうない。赤、青のペアしかない。じゃあ、この赤がここに来るの時点で間違ってた？この赤を戻すことはできない。赤がいるべきではない。赤がいるより前に青色が入っていればよい。青、赤、青、赤っていうふうに入ってたら、青、赤、青、赤、青赤、最終下青青だから、ここに青は、ここに今青を置いて、ここに赤を置いて、ここに赤を置けばよくね。うわ、ちょっとマジか。この形を持ってきてはいけないのか。ん？全員バラバラじゃないといけない？青、青赤？
青、赤、青。これダメなんだって。青、赤、赤落とす。青、赤、赤落とす。青、赤、赤落とす。青、青だっけ？あれ違うな。青、赤、青、赤、赤でしょ？赤、あ、そっか。そうじゃん。ここがなければできてたね。これじゃダメだもんな。これだと、こっちの赤がこっちに跳ねてきてダメだわ。こうなる。あ、そう。じゃあ、見当違いだ。うん。青赤。うん。赤上にやってダメだよね。ここに置くのが下のスライドでは不可能なのかって話。このくっつきを右にシフトする以外の方法はないのか。まあそれって、ここに孤立してるやつをこっちに飛ばせるかって話で、それで赤、赤なんだよね。ここに赤があって、ここに赤がなくて、ここに赤があると、この赤はこっちに飛べるんだよなって話だよね。それってさ、ここに赤どうやって置くのって話になるんちゃうの。あー、でも待って、それ可能なのかな。可能かもな。一旦赤ここに置いてあって、その後ここに赤を落として、赤赤っていうのがあって、この赤を、でもこの赤は引っ張れるかどうかで言うと、3個パーツが必要なんだよね。上にくっつけて、上にくっつけて、それを自分が押す。だと、ここにあるパーツは動くが、上に2つ存在しちゃうので、ここに赤が持ってくる行為には、該当したら上に3号になっちゃうから、変でしょ。ここの溝はトラップなのか、パズルに使うのかは分かんない。口が止まった。逆算が厳しいパズルゲームは難しいに決まってるよね。ここで青を戻せるんだよね。フォーメーション変えられるか？同じじゃね？あ、でも赤先行けるか。赤先行くと、これ、ん？そもそもこの形って合ってんだっけって話になってない？そもそもこの形って何？破綻してる形じゃないの？ちょっと待ってよ。青入れて、赤上に上げて、青があって、赤のフォームを入れ替えて、青を戻して、赤先入れて、あ？何がしたかったんだ？いや、これ最初のワンじゃん。これダメなやつじゃん。ダメなやつ？
ダメなやつなの？これは赤がそこに入んないからダメでしょ。そもそもなんだ、そもそも答え方まだ見つかってないくない？なんかこっち側がうんぬんの話じゃなくて右側の回答が見つかってないよ。なんか考えたのが全部ボツったんだよね確か。最初に落としといてのパターンだと青赤を縦に積んどいて赤をここに持ってきてこれを弾いてってやってるとダメで、なぜダメかというと弾いて赤青赤っていう配置になっちゃうんだよね。それを右に動かす方法はないよねって話あるんじゃない。青、え、ここに赤入れたらダメなの？青赤青赤でしょ。ここに赤入れたらこの3個のパーツが右に飛ぶやつじゃないの。だから別に間違ってはなかったのでは。この形を作った後にそこに赤をぶち込む赤を。あら、それをするためになんかフォームを入れ替え準備しましょうねの話があって、やることは青赤積んでそのまま赤入れる。だから青赤赤っていう形ができると良い。後続がちゃんとつながるように配置したい。青赤赤まともにくっつき合ってるブロックを持っていくと青赤青になるから22で分けないといけない。この形はこのステージは不利なんだよね。逆ならまあいいのかな。青が左上にあるような形が作れてる方が嬉しい。左上の でもこっちにこんな形できちゃってる。あ、いかんいかんな。お前この木、この赤を拾うには青赤ダメだ、無理だ、拾えない。いや青赤だったら拾えるけど拾った先がないやんねえやんねえ。本当に合ってんのかなこれだよな、本当に合ってんのか分かんない行為をやってるんだよな今。気分としては最悪。この赤を後で拾えるなら。あんまりいい感じじゃないな。作りたくないな、この形。
局なんだよな。
ルート。ここは、考え方はあってて、ただ、左側がずっと作れなかったってだけなんだけど、作れました。縦に重ねる、これの青と赤の順番を逆にする。こんな感じのことやって、こんな感じのことやったりして、どうすんだっけ。こんな感じのことやって、こんな感じのことやるのだけど、ちょっと待って、これ違うな。あいつは回収可能じゃないとダメ。この時に赤を左に持っていけなかったっけかな。こうしといてからこうやってこうしてこうしてで赤落としてこうなってるとこに赤を投げ込む。この形は見えてたんだけど、これが、ここまで持ってくることがずっとできなかったねって感じだね。で、あとは一個置いてクリア。うん。オッケー。お、わぁ。手を動かしてたら偶然答えを発見しました。なんだそれっていう形を作るんですよね。それでできるんかいみたいな形が、これ頭の中で組み立てられなかった。赤青みたいな感じ。これをこうして、これをこうして、で、こう。これは分からんよな。確かにそうなるか。確かにそうなるのか。これを動かすと、動かしたやつよりも動かされるやつの方が先に動くので、こいつが上に行ったことによって、赤二人は関係なくなって、これ、だその時、これはここにいるから、この二つで、これがこっちに行くが次発動するんだよなっていうことだね。いやー、これを頭の中だけでシミュレーションできる人いるのかな。僕はできなかった。手を結局適当に動かしたらできたっていう感じでしたね。完成しています。完成しているんですが、手順がめちゃくちゃめんどくさくて、ちょっとリプレイできるかどうか怪しいんだよな。リプレイってないのか。方針は、これを一個取り出してここにつける。これを一個一番下まで持ってきて、このパーツのここにくっつけるで四角を完成させるっていうのが大きな方針かな。以上やってみますね、もう一回。できるかな。なんとなくぐちゃ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 やってるとなんとなくできる。ただその方針を見誤るとできないって感じかな。だから最初は青色を下に持ってこないといけないから、青色をぐるーっと回して持ってくるみたいな感じなんだよな。言うとりますけど。これで青色をぐるっと持って、これでしょ。これ、
分離できて、そしたら上の赤を下に落として、これをこう持ってきて、であの上の赤色を下に下げてくるっていうのをやるんねん、次はね。こんな感じで持ってきて、でこれにあれくっつけて引っ張るとこうなって、あとはこの1個を剥がせれば勝ちなので、これをどうしたかというと、この辺にフックになるような形状が作りたかったんですよ、確か。さあどうしたさあどうしたかな、これ。このままではダメっぽいな。こっからの何らかの準備が必要で、なすった。この状態でこれ上に持っていくと、あいつだけ分離できる。できない。あ、違う。ここからこっちでこうだ。これで分離できちゃったので、とりあえず救出したい。全員救出した。そしたらこのパーツを左と下にやらないといけないので、左に1個持っていかないといけないんだよ。だからで引き寄せをやりたい。こうした後にこれを下げたいんで、ここに赤をボンとぶつければ下げられるか。だから赤を持ってこないといけないんだ。こうして、こう。で、あとは、この青が、真ん中。こうですね。あ、解き方が見えればねって感じだよね。この上の4つをどうやってくっつけますかのところで、これとこれを分離するっていう方法を取らないと多分無理。これをなんかこのこういう形でくっつけてから分離しようかなっていうのはできない。このやっぱ端っこがどこで分離するのっていう風になっちゃって、ここに一人だけいる状態っていうのがどうしても救出できないんですよね。だから、こういう L 字になっても結局、ここと、ここみたいな感じになってて、この子に対してアクセスすることができなくなるので、もう、一本ずつ、一番最後の子を、ここに、こうやって持っていくみたいなことしかできないんだよね。ってことが分かればね、って感じですか。難しいです、これは。OK。ここ。解き方は分かるんだけどな、って感じだな。解き方はひらめいたけど形が作れるかなです。今はここに、ここに L 字があればよくて、この L 字のこいつとこいつが反発すれば、この L 字ごと自分が下に落ちるでしょっていうことだと思う。で、下に落ちた1個を使って残りのパーツも落としてくればよいのでは。それをするにはどっちだろう。青、赤、青、逆か。青、赤、赤、青、青、みたいな感じだと思う。これも形が分かってしまえば、あとは、頑張ればいいっていうパターンだけど。
青赤。なんて言った？青赤？上にくっつけるのは、ここに赤、青、青、赤が入ればいいんだね。赤、青、青、赤、青。頑張って作れれば良いが、作れるところ作れるかな。青のソロは赤が入った後にここに入れたい。赤のソロは作りたい。赤のソロが作りたい。いや、これでもいいか。このパーツを上にぶつけることができればいい。これがここで。で、逆じゃない？青。逆だわ。逆だ。青赤。赤。青、青だね。青だ、逆だ。青。まずいか。いや。青。赤、青、赤、赤、青、青、欲しい。こうじゃないの？これをこうよ。あ、だよね。オッケー。で、あれを引っ張ってこないとダメ。外さないとダメ。切り離さないとダメ。うん。くっつけたままだともうダメか。ここで下のパーツだけ分離どうすりゃいい？これどうやって離す？ここで連結してる。あ、いや離す必要ないじゃん。くっついたままでいいよ。 OK、 よけた。さて、まあ、こんな状態ですよ。溶けない、溶けない、溶けない。ただ、落ちる方法は見つけた。それが見つかったのであれば、ここが溶けるべきでは、みたいな感じするけどな。
こっちの方がよりコンパクトに落下すればいいというステージではある。うん、この機能作者に言ったら追加してもらいました。あの上から見ると立体感がよく分かんないですって言って、マウスでこうやって見渡せるようにしてもらいました。ありがとう。でよ、さっきと同じようなことがやりたいんだけど、まあでも見つかってないんだよな、このやり方。やっぱりその L 字を作ってそこに自分が入って押し出されみたいなことをやりたいのだが、やりたいんだよな。ここに赤があって、赤青っていうこのパーツをこっちに差し込めば下にグッと押されるだと思うんだよね。赤赤青、ただ赤青のパーツを私が押さないといけないので、そうすると赤青の青青じゃないといけない。この形がじゃあパーツとして足りないよねってなるよね。ここが赤だと赤青青、ここが青だと、青だとの時点でもう赤色はみんなくっつくからね。むしろくっつきたいんだろうか。